俳優の水川あさみが主演、玉山哲二、桜井翔が共演する t b s 系連続ドラマ「笑う的漁師か」毎週金曜50時の第10話が30日に放送される。写真多数、水川あさみ、玉山哲二、桜井かけら、防火キャストを一挙紹介。本作は、早見和真氏の同名小説を実写化。真実を追う新聞記者、道上かなえを水川あさみ。 謎多き秘書鈴木俊也を玉山哲二さらに物語を司る若き政治家清家一郎を桜井翔が演じる若き政治家と有能な秘書の奇妙な関係栄光の裏で起きた数々の不審死そしてそれを追う新聞記者の強い執念一瞬たりとも見逃せない人間という迷宮誰もが持つ欲や野望に迫ったヒューマン政治サスペンスを書く 第10話のあらすじ、再び愛媛県愛南町でヒ子、高岡崎と対峙し中国出身の母の元で生まれ和田島加藤雅也と出会い清家桜井翔を生んで政治家にするまでの過去の出来事を聞かされた道上水川あさ美しかし清家の裏で暗躍する羽生戦が本当にヒ子なのか弘子と BG 株事件との関連についてなど肝心なことは聞き出せず しかも、弘子は、清家が書いた羽根っ線の論文を続き、玉山哲次に送ったのは自分ではないと言い,い、新たな謎まで生まれてしまう。果たして論文を送ったのは一体誰なのか。答えを探すため、弘子の今の夫、小松、堀内正美、の元を訪れた道上は、ある人物に疑惑の矛先を向けていくことに。そんな中、清家は、首相高専生。 の実現に向けて憲法改正案を提案するなど、官房長官としては前代未聞の言動を取り始めていて。